はいじゃあ再開しましたはいどうですかさっきのはいうッキャーって言うんではなくはいもうまずこの三つちゃんとやろうといううんまずこの三つですね、うん、はいこの三つちゃんとやればうん何気に第四第五はねするっていけるかもしれないああそうなんですかちょっとそれはわからないんですけど <laughs> 学ぶ方の状態によるんで <laughs> <laughs> はいただねこの第三文系までをうんたら 流しちゃうとやっぱもうそこで終わるよね。<laughs> 流しちゃうとってあのもうそのままじゃあそのままや第四第五っていくとってことですよね。そう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 。うん<ず> <laughs> 終わりますね。<laughs> ここをしっかりやればそれの延長なので。はい、ああそうか、はい、基礎的なところがその第一第二第三でその上に来るものなんですね。うんうん、そうですそうです。<ー>まさにそういうことです。もうなんか全部横並びのイメージでした <laughs>。そうだよな。 はい、正直そうです。<laughs> そうじゃなんです。まずこの三つからって感じですね。はい。はい、でこの三つは割とそんな難しくないと思うんですよ。うん、今見分け方教えていただいたんで割とできそうな気がします。ね、これだけじゃないですか。はい。シートをその意味すら今もう深く言ってない。はい。な大切なのはイコールかそうじゃないのかってことですよね。うんそうですね。ここ本当ね、え、なんだじゃなくて本当に大事なポイントなんで。 はい、じゃあこの部分をしっかり踏まえた上で先進みますよ。はい、先ほども出てきましたが、うん、2> 第2というのはイコールです。イコールです。これはリンゴです。まさにこれなんですよ。うん。はい、もうこれっていうのははい、こちらですっていう状態なんですね。うん、指させるぐらいの勢いですね。<う>はい、明確にイコールですよね。そうですね。 で「王」の場合には違うんですよバッテンついてますけどうん、うん、バッテンしてますねでもこのイメージ本当にしっかり覚えてほしいのはイコールの時にはこれもうはっきりしてるんですねああはいイコールじゃない時はそれ違うものっていうこのバッテンうんうん、うん、これはっきりイメージしてほしいんですよ、はい、で今回本当にね頭で言葉での理解よりもうん、うん、イメージしてほしいんで あ,あ、イメージですね。そうですね。だからこう映像を多用してるんですけど、うんうん、はい、ビジュアルで感覚でっていうのはすごく重要なんですね。はいまあ今言ったことと同じですが、イコールの時にはこれです。うん、うん、これです。イコールじゃない時は違うものです。違うものです。I love you。私とあなた一緒じゃないんだとうん。そうですね。これが第2、第3の違いなんですね。はい。 で SVC まあしつこいですけれども S=C、うん、イコール、C、で、うん、第3の時には SVO s o はイコールにはならない。はい。あはい、じゃあ応用練習してみましょう。はいこれはイコールか She is my teacher これは She と my teacher イコールかイコールじゃないか。あイコールです。 じゃあ文系どちらでしょう。第二文系です。ピーンポーン。<おー> <laughs> ありがとうございます、はい。もうこのお姉さんが私の先生だとしたら、<laughs> まさにこの人ですよね。そうですね。この人って言えますね。しね、C もこの人。はい。My teacher もこの人。はい。イコールですよね。うん、イコールです。次です。はい。You are tall. うん、あなたと背が高いはイコールかノットイコールかあ、イコールですでは文型は第二文型ですピンポーンいきますよはいごめん今ちょっと動画ができているのかどうか録画ができてるのかちょっとチェックしちゃいましたあはいはい進みます、はい、I have an apple 私とリンどちらでしょう 間違いなくノットイコールです。はい、では文系は。第三文系です。そうですね。この一緒にすんなあっていう。感 <laughs> もいいですね。<laughs> <laughs> このお姉さんいいよね表情で。表一緒にすんじゃねえよみたいな。そうそうそうもう三期はま切れもなく一緒。うん、はい、そうですね。では第二、第三の時は一緒にすな。はい。では次です。はい。 テニスとテニスはどちらでしょうイコールか乗ってコールかットイコールです。文系は第3です。同じじゃないですよね。うん、同じじゃないです。人とスポーツ一緒にスナーっていう。そうですね、一緒にスナですね。では、That car is expensive. あの車は値段が高いです。That car と expensive はイコールかどうかあ、イコールです。 変わるですね。はい、第二文型です、はい。はい、ごめん、その前に言っましたけど。<laughs> はい。もう二イコールイコールですね。うん、イコール第二文型はい、じゃあ最後。はい。They bought books. They と books は。あ、ノットイコールで第三文型です。はい。うん、もう見分けつくじゃないですか。うん、つきましたね。主語で彼は彼女はその本はいろんなものは主語になるでしょう。うん はい、それとイコールになった時は第2文系なんですよ。はい、イコールにならないったらそれはもう第2文系ではないんですね。うん、そういういことですねで今だったら第3じゃないですか。はい、で第3文系の主語は「人が多い」って書いてますけど。 はい、これは、まあ、あんま気にしないいでくださいお、はい、もう文法には全てに例外があるので、はい、まあただこれはまあ覚えおいてもいいかもしれないですけどああそうなんですね、はい、忘れてもいいですはい第二文系まあしつこくて申し訳ないんですが、はい、第二文系はイコールですねおはい、ね、話をちょっと進めると <S,、はい、<S, S は何とイコールか C とイコールです C とイコールです。はい。はい、第三文型 svo は s、うん、<S, s はイコールじゃないんですが、それは o とイコールではないんですね。うん、そうですね。はい。ちょっと一個増やしてください。s,、うん、<S, s はイコール何と c となんですよ。s, s は c とイコール。はい。はい。<S, s は第三文型は o とイコールじゃないということなんですね。s, s は o とイコールじゃない。はい。はい。 進んでいいですか。はい。例文で彼は背が高い。うん、この車は値段が高い。彼女は優しい。彼は教師だ。うん、主語は、うんはい、背が高いのと同じ値段が高いのとイコールってことですよね。うん、そうですね。まあこっちに書いてますよね。うん、はい。これが第二文型ですね。はい。で第二文型の例文ちょっと増やしてますけども。はい。 I am a student. 私と学生っていうのがイコールですよね。はい。She became a dentist. 彼女は歯医者になった。うん、この歯医者さん、このなった歯医者さんは彼女のことですよ。ああ、そうですね。This is correct. それは正解。その正解っていうのはこれのことですよね。ああ、これは正解のこれですね。イコールですよね。イコールです。です These are all great books. それらは うん、みんな良い本であるお、はい、その本たちはみんなこれ「事実なわけですよ「事実、うん、ですね、はあ、イコールなんですね「はいうん、the puppy is tiny、うん」「子犬は小さい」うんいや「小さいから子犬だろ」うっていうんじゃなくて今は <laughs> <laughs>、はい、この子犬は小さいこれ別の別の犬を指してないですね あ、そうですね。同じ犬のこと言ってますよね。うん、ざあ、ついてますしね。はい、だからイコールですよね。はい。はい、my grandmother is slowly going deaf.。私のおばあちゃん。はい。は。だんだんと耳が遠くなっている。ああ、はい。この状態をこのおばあちゃんのことを指してます。ああ、そうですね。違う人出てきてません。あ、出てきてないです。このおばあちゃんがそうだということですね。ああ、はい。 She felt happy. 彼女は幸せを感じたこの時にハッピーっていうのはあんなハッピーもあるでしょこんなハッピーもあるよねっていうんじゃなくって、はい、彼女の感じた喜びのことですからあ、はい、だから世の中全般のハッピーではなくて、はい、彼女のハッピーは彼女のものですから 彼彼女女のののハッピーは彼女のもの、はい、そこら辺ちょっとごちゃっとなると、はい、例えばさっき値段の高い車あったじゃないですかああはいあ,、はい、ありましたあの「車」という部分と、うん、一般的に値段が高いと言われるものを別々に考えちゃうとごちゃごちゃするんですよはいその値段が高いという状態の車のことですからうんだこれは一般的なハッピーではないんですようん 彼女が喜びを感じたこれは私の喜びでも楓さんの喜びでもなくてうん、うん、そうですね彼女の感じた喜びのことですからそういう意味で限定され彼女の喜びってことに限定されるということですね。そういうふうに考えないとえ喜びって私の喜びもあるしあんな喜びもあるしダメう <laughs>、うん、ごちゃごちゃしちゃうん、イコールじゃなくなっちゃうんですよ。<laughs> はい、あくまでで彼女のですからはい The song sounds good この曲は良い、うん、で動詞はそういうふうに聞こえるだこの歌はいい感じに聞こえるってことですけど、oh, はい、これ同じイコールですよね、はい、まあ同じような意味ですねハッピーだド。うん、私のグッドは音楽じゃなくて料理なんだけどとかそういうこと言い出さないで <laughs> <laughs> それ言い出すともうごちゃごちゃです、ね、そうそうそうこの曲の良さと、うん、いうことですね、はい、She get happy get 彼女は喜びを得ましたとはい。彼女の喜びですよ、うん、そうですね。間違いないと思います。もうちょっといきます。はい。You look angry。彼はあなたは怒ったように見える。うん,う,んうん。うん怒ったように見えるのはあなたのことです。ああ、そうですね。You look angry って言って全然違う人を指差してるわけじゃないです。ああ、そうですねあ。あくまであなたですうんうんうん。 He became a famous soccer player. 有名なサッカー選手とたくさんいるでしょうけど、うんはい、ここで言ってるのは彼がなった有名なサッカー選手のことでこのサッカー選手になったのは彼ですから、はい、いやあんな人もいるしこんな人もいるしって話じゃないってことですよね <laughs>、はい、彼がなったその有名なサッカー選手は彼のことなのでそうですねはい She feels a little sick. 彼女は感じているなんかちょっと嫌な感じ、うん、おかんとか <laughs> 風邪っぴきなこう寒気とかはあ、はい、でそういうふうになるんですが、はい、第二文節って要するに S イコール C となるんですね必ずそうならなきゃいけないんですよ。はい、ってことは、まあ、動詞が結構限られるってことですよ。 はい、い,らんいろんな動詞を持ってきてで必ず S と一緒になるっていうんじゃなくって <S,、はい、<S, S と必ず一緒になるようなそういうことが言える動詞の時の文なんですね。はい、だから B 動詞「he is」とか「I am、うん」とかなる「c ッカム」教師になるサッカー選手になるとか。 「何々のように見える」とか「何々のように感じる」「何々のように聞こえる、うん」「この料理はおいしい」「これそれ」で「テイス g グッド」「この料理おいしいね」みたいな、はい、そんな時のまあ動詞が多いし、はい、あとは「ゲット」形容詞なんですけど、うん、先ほどのしがあ「ゲット」の過去ですよね。 C、はい、まあだしゲットハッピーだったら今ですよね、うん、そうですね今彼女はやった!」って喜んでる「うんね、ガッ」っ、ま、て、あ、過去形でこれは形容詞になるんですけど、うん、ゲットが何でも何でも使えるっていう理由は第二文型で使えるっていうの要するにイコールになるっていう文章を作るのが第2ですからイコールになる文章が第二文型になる。はい いろんな動詞を持ってきてイコールにしようってそういうことではなく、うんはい、イコールだって言えるような動詞はかなり限られるってことですね。ああうんだから動詞がその限られてくるっていうのはそういうことなんですね。そうなんですそしてその限られた動詞を使うことで何を言いたいか「うん、主語はこれと同じです」っていうような内容を言いたい時の文型です。うん主語が同じ うん、で、まだもやっとしていいです。大丈夫ですか、はい。第三文型にって比較すると、はあはあというふうになるので。あはい。一旦区切ります。はい。